せーの、皆さんこんにちは。今回は私一人の撮影になります。このねタイトルにもあるかと思うんですけど、今日は花粉がすごいです。でね、今日はねカメちゃんお仕事で、私一人で家にいても暇なのでプラッとお出かけしたいと思います。最近マリナの運転動画見てなかったかなと思うのでやってみたいと思います。カメとマリナ、もうね運転はねだいぶ慣れたんだよ。マリナのオフの一日を密着ということで特別に見せてあげようかと思います。エンジンオン。で今日はね別にカードが挿入されていません。はい、もういろいろ音鳴ってますけど、波巻きとかにしてみてね、前髪もなんかよくわかんないけどくるんくるんにしてねやってるんだけど、僕別に行くとか決まってません。出発。家の鍵閉めました。そこは忘れちゃいけません。超天気。ちょっとこれがカタカタうるさくてごめんなさいねって感じ。超天気いいから風強くて飛ばされそうなぐらいなんですけど、ちょっと家にいるのはもったいないなということで、朝起きてご飯を食べて超ゆっくり準備をして今行っております。やっともうね2時3時になって、メイクと髪の毛とお着替えと終わり。うるさいなこっち。いけてる？カメラのメモリーカードが容量がなくなったみたいで、どこまで撮れてるか分かりませんけど、ちょっとこっち寄りすぎた。 OK! 無事に到着しました。超いい天気だから本当はもっとドライブしたいけど、ゆっくり準備しすぎてもうね3時ぐらいなんで、早めに買い物して早めに帰りたいと思います。それでは行ってきます。今回購入した商品はこちら、台湾天カフェ。なんかかわいい、買ったんだけど氷なしっていうのを忘れて、キンキンに冷えているので早くお家帰って飲みたいと思います。出発。カードが挿入されていません。この車よく喋るんですよ。まあいいとも喋るか。なんかうるさいエアコン、もしかしたらさっきもエアコンうるさかったかもね。ごめんなさいね。うわ眩しい。みんなにさ、みんなに運転の姿見せたのいつぶりだろうか。何ヶ月？あれ？もうだってさ、ハスラーの動画がまずないじゃん。ハスラー動画出してないもんね。超かわいそうなことに。よもぎちゃんを納車したのが夏でしょ？納車して、けど引っ越しとかもあって、よもぎちゃんを見せられるタイミングもなくて。やばいね。超久しぶりじゃない？みんな本当にごめんなさい。ちゃんと日々よもぎちゃんは使ってます。あのエイトはね2、3週間に1回とか1ヶ月に1回とか使うことなくなっちゃいましたけど、よもぎちゃんはねなんだかんだよくね使ってるんで、私一人でもだいぶよもぎちゃんを乗ってる回数はもう100回ぐらい乗ってんじゃない。実家帰ったりとか、お友達と遊ぶ時とか結構乗り回してる。いつもお世話になってますっていう割にはマジでメンテナンスしてないので、ちょっとカメちゃんにも言われたけど、おいしょおいしょおいしょ。はい、カメとマリナ帰ってきました。帰りなさいませ。ほら今日の波巻きわかる？はい、ということで、せーの、ま、でね、今日の本題があるんですけど、実はハスラー最近何もメンテナンスしてないなってなって、カメちゃんに、あれ？そろそろオイル交換じゃないって言われたの。あ、やばい。そうか、エイトはもうカメちゃんが勝手にやってるけど、ハスラーなんてそのエイトよりも今乗ってるからさ、乗ってる距離とかも多いかな。
エイトよりは全然乗ってるわけ。普段使いしてるからハスラーね。だからってなるともうそろそろオイル交換なのでやんなきゃいけないんですけど、お店に頼もうかな、頼みたいなと思ってたんだけど、カメちゃんがやってくれるみやってくるオイル交換しなきゃいけないんだけど、それもそうなんだけど、その他のメンテナンス一切してなくて、ハスラーの洗車すらもしたことなくて、カメちゃんがいつもついでにやってくれるから、もう本当にそれは申し訳ないんですけど、なんかその他にもいろいろあるじゃん、メンテナンスって。車検はもうちょっと先なんですけど、今回いい商品を提供いただいたので、皆さんに紹介がてら実は私も使ってみたいと思って撮影しています。でね、それが何かと言いますと、じゃじゃーん、なんだこれはと思った方多いかと思うんですけど、なんか電動の空気入れなんだって。そんな空気入れ何に使うんだろうと思ったら、ぜひ車のタイヤ圧とかを調べられるから、それで使ってみてくださいって言うのね。私ね、タイヤの空気圧なんてね、ガソリンスタンドでカメちゃんの車を1回だけ言われるがままやったことあるかなぐらいなんだけど、だから今回もこれできるかわかんないんですけど、せっかく商品いただいたのでちょっと使ってみようかと思います。車も使えて、バイクも使えて、自転車も使えて、バスケットボールとか浮き輪とか、こんなもいっぱい入ってて、これ充電のコードでしょ、ママチャリとかにがよく使うでしょ。このママチャリのやつはさすがにわかるよ、使い方で。これボールのやつ、これボールの空気入れるやつ、これね、今ねバスケットボール持ってきたからね、これでやってみたいと思う。と、これ、うん、これのソケットと、浮き輪とかに使うやつなので、え？車はどうやって入れるんだろう、タイヤ。ここまま刺すのかな？ということで、まず、バスケットボールに入れてみたいと思います、空気を。できるかな？エアチャックを抜いて、おー、すげえ。抜くと、デジタル画面が出ました。え、見えるかな、みんな。ここにさ、ちっちゃくさ、車マークついてんの。ボールって、あと何ですかこれ。わかんない。ちょっと調べるわ。調べようと思ったらね、ここ、説明書になんかね、こうやって書いてあって、参考値だけどね。一応、ボールの参考値が8パスカルから12パスカルなので、ちょっとそれで設定してみようかな。ボールで、単位変えて、パスカル。OK、設定したよ。これをつなげます。はい、いきます。うるさいよみんな。おお、8って設定したら8までいった。あ、しかも超硬くなってる、すげえ。エアチェックを、エアチェック収納口に。うえ、あ、いいんじゃない？ちょっと柔らかいかも。あと10パスカルぐらい目指すか。ピーピーってプラスボタンを押して10パスカルに合わせました。よいどん。あ、いいね、こんぐらいがいいわ。すげえ早くない？入るの空気。だってあのさ、今までさ、あのチャリの空気入れるやつさ、でやってたの。でもう、それもさ、すっごい力入れるしさ、時間もかかるじゃん。もう、15、30とかプッシュしてもさ、なかなか空気入んなかったりしたけどさ。ここはいいですね。はい、ということで終了したので、こちらを取ります。これを取って、こうホースに戻すと5秒後に電源が切れます。で、ライトボタンを短く押すと、おー、カメちゃんにこれ早く見せたい。あのさ、さすがにさ、マリナ一人でさ、車のタイヤをさ、空気入れるのはちょっと怖いじゃん。それで空気全部プシューって抜けてさ、明日からハスラーしばらく使えませんみたいななっちゃったらさ、怖いしさ。自動で電源が止まってくれるから、自転車もそうだけどさ、パンってゴムが破裂して、タイヤが壊れちゃうこともないから安心って書いてありました。そんなことあったら怖いよね。ということで、カメちゃんの帰りを待ちたいと思います。ボールに空気入れられたのもちょっと見せてみたいと思います。カメとマリナ。こんにちは。こんにちは。カメちゃん帰ってきたので、
このさっき使った空気入れでタイヤに空気を入れてほしいと思います。はい、いただいたやつ。はい、そう、抜いてで見て、ここでモードが変わって、これ自動車モード 2.2 ぐらいにしときます。 2.4 ぐらいにしときます。じゃあこの車モードにしてプラスボタンを押して 2.40 に合わせました。車のマークで、これで接続して電源ボタンを押すと、もう自動で入る。へえ、今入ってる数字とか分かんのかな。あ、分かるはず。え、どうしたのこれ。え、これは提供でいただきました。でも使ったの前な。はい、バスケットボールに入れました。ほら、うん、べっこべっこなのがもうちゃんとパンパンになって使える。はい、お、外で遊ぼうと思います。今まではさ、あの手だったじゃん、硬、うんうん、くなってくるとさ、結構きつくない、入れるの。楽だった。きついし、そう、めんどくさい。できんだこれで。これはもうボタン1個で、じゃあガレージ行きます。てか見た目かっこいいね、やっぱ。あ、タイヤはこのまま行くってこと。うん、見たいよ。へえ、こちらの純正タイヤにちょっと空気入れてみたいと思います。はい、そこに挿してネジネジするだけでいいのかな。もうこっちの設定は終わってるので、オンにすればその圧に入るはず。え、ネジネジ入んない？そんなバカな。あ、来た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 。今入ってる量ですか、もしかしてこれ。そうか、そうですね。だいぶ抜けてますね。あのバスケットボールはゼロになってました。いいね。で、今入ってる量が分かるのは結構嬉しい。嬉しいですね。あ、そうなんだ。はい。で、これ電源ボタンがここにあるでしょ。そうそうそう。用意スタート。あ、来た。お前動くの動くの。終わった。終わった。長かったな。大丈夫。なんか入った。これすごいね。でも車の空気入れなかったから、うん、家に。逆にこれ抜ける、抜くことできるのかな。例えばこれにするじゃん。はい。あ、本当今は 2.4 に入ってるって表示。でこれスタートすると。でも 2.2 にする。無理なんだ、抜くのはしょうがない、抜くしかない。そうか、そうかもね。ちゃんと入った。あ、ちゃんと入ったね。お、ちゃんと入りました。ペコペコだったかな。やっぱタイヤぐらいでっかいゴムになると時間かかる、ね、ちょっと時間かかるけど、でもまあ入れられるのと入れられないのじゃっていうか大きな違いだね。あの毎回ガソスタまで行ってたもんね。うん、だこういうのさ、組み上げる、組むときさ、純正タイヤとか困っちゃうよね。結構さ、ハスラーもエクストレイルもスタッドレスにして純正戻したりとかするけどさ、そうそうそう、確かにめっちゃ便利だわ。ガレージの電気消してみて、でその LED ライトを押してみてほしい。ちょっと手元が見えるかなぐらいですね。あ、そうね、入れるところ、空気入れるところをこうやってこうして、確かに携帯持ちながらとかめんどくさいもんね。こうやってやったらいいやんね。いいやんね。食べてまるな。ご紹介ありがとうございました。はい、あ、違う、うん、私もさ、はい、この家に引っ越してきてさ、うん、夏はビニールプールやりたいと思ってたの、うん、普通に一人でとか、あのお友達とか呼んで、うん、と思ってたから、こういうのは本当に、うん、あの買おうかと思ってたからちょうどよかった。キャンプとかにもいいかもね。そうなの、エアーマット使ってるんだけど、それ膨らますのにとかもね、超楽だよね。いいかもしれない、最高。結構ね、見た目気に入ってんだよね。そんな、うん、そんなか、うん、まあまあまあかっこいいですもんね、黒くてね。黒好きだもんね、うん、はい、確かにいいですね。ということで今回はマイナさん、こちらの商品紹介いただきましてありがとうございました、はい、こちらの商品気になる方は概要欄の URL から飛んでみてください。ハスラーのオイル交換はマジでやんなきゃいけないので。そうだよね、はい、一緒にやりましょう。あ、一緒にやる、家でやる、うん、できたらよろしくお願いします。やりますか。じゃあね、バイバーイ。